アンバイラーアームトリーフェルスは、ドイツ連邦共和国ラインラントプファルツ州、ズユートリヒエバインシュトラーセ軍の市、アンバイラーアームトリーフェルス連合自治体の行政庁、所在地となっている。クバイヒ川沿い、ランダウの西約 12km、ランダウとザールラント州、ザンクトイングベルトを結ぶ鉄道沿いに位置する。A、ランーローバックレールウェイは、ドク、サドプフォルツンとも、ドク、 ケイクトルワンとも呼ばれることもある。プファルツの森の南部、バスガウと呼ばれる地域にあり、標高の高い丘陵に囲まれ、赤い砂岩を産出する。ソノンバーグの丘には、リチャード自身のおが1193年に建設したトリフェルス城がある。町の主な産業は観光業である。ありがとうございます。